さやさ心です。今日はですね、目黒ゴルフ練習場にやってきました。今日は室内の練習場で紹介したいアイテムがあるので、ここで皆さんにご紹介していきたいと思います。じゃん。これは何をする機械かと言いますと、レーザーコーチパッティング、つまりパッティングをするときにレーザーがピュッて出る機械でございます。まあ、そんなこと言ってもね、何が起きるんだと思う方がたくさんいると思うんで、付け方とかね、順序を追ってやっていきたいと思います。まずこれを取り付けます、パターに。家の練習とかでもね、ただパター練習やってても皆さん飽きると思うので、こういう機会があると便利。これ多分ですけど、下から付けた方が良いです。下からつけてギュギュッと上に上げます。お、するとこのここにね、ビヨンビヨンのゴムがあるんで、ここで固定していきます。固定ね、固定をします。もうこれでしっかり、結構しっかり固定されました。でスイッチを押します。ズン。お、すごい、超はっきり出てる。めっちゃはっきり出てる、レーザーが。レーザー光線。で、この線をしっかりね、これじゃもう意味がないんで、しっかりこれね、パターの真ん中に合わせることが大事です。ちなみにこれ、右に向けたりもできますね、こうやって。どんどん、こう右が、まっすぐのフェイスが。わかりやすいですね、これの方が。いやでもすごい、もう全然いつもの感覚と違う。まっすぐなのか。あ、グリーンが速い。お、フック。全然まっすぐ引けてません。真ん中にやったバージョンと、この前にやるとさらにカップへの到達が見えるので、ちょっとね、やると、家のパターってだいたい1メートルか2メートル練習すると思うので、このぐらい。あ、すごい、フックだからこれぐらいかな、これぐらい出すイメージかな。右向けます。あ、でも確かにカップにレーザーが入ってたから、ボールも入った。スタンスがいつも私は結構クローズに構えるんで、そういうのもね、見やすいですね。パッドはまっすぐで、これに合わせてまっすぐで、まっすぐ引いてまっすぐ出す。開閉してるとこで線も結構曲がっちゃいます。なんで自分のどういう風に普段パターを打ってるかみたいな、癖みたいなのも見やすいですね。まっすぐ引いてまっすぐです。フック。まっすぐ引いてまっすぐです。ちょっと待って、でも全然さ、明らかにこうなってるよね。だから自分がいかにこうパターがまっすぐ引けてないかが分かりますね。家で練習するときにこういうマットも別売りなんですが、すごくあると便利です。でこのマットはよくね、パターマットでもあると思うんですが、線があって、この線通りに引くことで自分の曲がりっていうか、その角度がインに引いちゃってるとか外に上げちゃってるよみたいなのが分かります。さらに振り幅、 B から B、C から C でどれぐらいこう距離がね、自分の距離を確かめるのにもすごく便利です。早速やってみましょう。でこれを真ん中と真ん中を合わせて、すごいずれる。例えばまっすぐ引けてれば線通りに、こういうので走りどっちかというとこっちに引いちゃうタイプなんですよね。こういう動きになりやすい、こういう動きになると、あの、今かな、
最近パターがね、試合からちょっと入んないんで、こういう練習大事ですね。じゃあ A から A でやってみよう。いきます。 A から A。 おお、何も考えずに打ったらよかった。じゃあ5回。 B から B だとこの距離じゃ大きいからちょっと下げます。 B から B の距離に下げます。 B から B、B から B。 あ、ちょっと B より大きかったかも。おお、マットを置いただけで入るようになってきた。さっきまで全然入らなかった。これを置くことでまっすぐをより意識しやすいですね。あとやっぱりそのパターで大事なのって、その振り幅によってこれぐらい進むよっていう絶対的な距離感だと思うんで、こういう振り幅の練習、後ろも前も同じ振り幅でしっかり振っていく練習には最適だと思います。今日何個かね、もう練習したので、実際に私はパターが上手くなったのか、ちょっと距離感できたのかっていうのを試すために全器具を外します。練習の成果、スタンスもまっすぐ構えて、B から B、 B から B、 よし、行くぞ。B から B、 うまっ練習の成果出てますね。でも今すごいしっかり B から B をここにイメージできましたね。やっぱこう残像、目で見た残像のこの感じ大事ですね。コースで行ってもしっかりこの残像が出てくる気がします。皆さんこれパターかなり上手くなるかもしれないです。でこのレーザーコーチパッティングなんですが、これどんなパターでもこういうね、マレットタイプとかいろいろピンタイプとかシャフトが細いものもあれば、スチールも最近はあのカーボンのシャフトのパターとかも出てきたと思うんですが、どのパターにもつけれます。でさらにですね、 USB で充電が可能なので、どこだ充電、あ、あった、ありました。 USB で充電が可能なので充電も簡単にできちゃいます。でさらにですね、このレーザーパッティング安全装置、この面にレーザーが入ると危険なので、こう上に上げすぎると消えます。向こうに人がいたり、ね、するときに危ないのでちゃんと消えます。この装置をがあるのですごく安全ですね。結構パター練習っていうのは、私も家でこの間ね、家練でパター練習紹介したと思うんですが、かなり飽きます。まあなんて言うんだろうな、地味な練習ですし、まあ、一番でパター数が減るとスコアも良くなるのは分かってるんですが、飽きる、面白くない、でなんかボール拾いに行くのめんどくさいとか、まあ、いろんなことがあってすぐ飽きちゃうんですよね。で前回紹介した時もマシーンにホコリがかぶってるという事態が起きていましたが、結構そんなパター練習を飽きさせずにやらせてくれるかなと思います。結構本当に角度を変えてとか、こういうマットを使ってとか、少しずつあの振り幅を広げていくことで、よりパターが正確性が増すと思うので、ぜひ皆さんゴルフのスコアを伸ばしたい方はパター練習家でたくさんやってみてください。このレーザーコーチパッティングを練習場、室内ではなく野外の外の練習場でも試してみたいと思います。おはようございます、渚心です。紹介したレーザーパッティング、屋内だけだとイメージが湧かないと思うので、実際のねグリーンで試してみたいと思います。どうしよう、まず置いてみますかね。あ、出た、あ、スライスしました。
つまりこのレーザーもうちょっとこっちですね。左のもう一回行ってみましょう。左のカップ面にダスト入る。左のカップに向けて、あ、またスライスした。イメージは湧きやすいですね。この自分の癖が分かりやすいのかな。すごく私ちょっとあの開け気味で入ってるのかもしれないですね。こうだよ、こう。おお、今ねレーザー左にあったもんね。これぐらいか、これぐらい左向けばいいのか。レーザーがダンギでも今打った瞬間にレーザーがここら辺向いてた気がする。ここだ、ここだって、ここ、ここ。こう。さっきスライサーがこうフックってことか。右、右、はい、右向いてます。おお、止まらないとダメだね、自分の向いてる方。あ、ちょっとでも打ち出しはもうカップより右向いてるね。実際のコースでも全然こうやって線が出るので、方向はその自分のフェイス面は考えやすいですね。今回使ったですね、このレーザーコーチパッティングのマットと、このレーザーコーチパッティング、皆さん欲しいでしょう。そうですよね、私も欲しい、私も家に欲しい。これをね、今回はなんと1名の方にプレゼントしていただくことになりました。最近リンゴルフプレゼント流行ってます。皆さん当たった方はね、これでパター克服してもらいたいと思います。応募方法は概要欄にリンクを貼っておきますので、どしどしご応募ください。ではまた次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。